テンコを開始してください。1 2 3 4 5 6。この後私が言うべき言葉は、総員7名、現在員7名、欠員ありません。私を加えないでください。なら、総員6名、現在員6名、欠員ありません。了解です。では、自室の清掃後、0630までにカフェテリアに集合してください。やっと解放された。今日はカレーが食べたいな。あの、一緒にカレー食べに行ってあげてもいいわよ。私は別のメニュー頼むけど。そうしよう。なら早く行きましょう。何食べるの？どうして？一緒のにして仲を深めたいから。パスタだけどいい？ルカさんはカレー食べたいんでしょ？麺類大好き。ズルズルすすりたい。何これ、全然すすれないよ。ペンネだもの。あれ、パスタ食べるんじゃなかったの？これもパスタなの。このマカロニが？そう、マカロニってグラタン以外にも調理方法あったんだ。へえ。でもうまい。悪くないわ。あら、このダージリン本格的。誰？新戦力の助っ人外国人？紅茶の種類のことよ。インドのダージリン地方で生産される紅茶で、とにかく香りがいいの。へえ、紅茶って全部同じ香りじゃないんだ。ええ、しかもこれは相当標高の高い場所で栽培されたいいものね。私はシュガーとミルクたくさん入れて甘くしちゃうから、そんなことを全然気づかないよ。それでもベースとなる茶葉で味は左右されるから気にした方がいいわよ。参考にする。なるほど、オースティンね。今度注文してみる。ダージリンよ。めっちゃ仲が深まった。そう？今日もアリーナか。なんか面白いことを探しながら行こう。反骨精神は忘れない。そうさ、それがロッカー。さて行こうか。何ですか？今取り込み中ですわ。つまり、あっち行けってことですわ。視界から消えてくださらない？ Get out ですわ。なんだ、よくそんな能天気そうな顔でいられるね。あんた、あれだね、初日の戦闘に参加してた。楽しみだね。何がって？すぐわかるよ。我に何か用か？寝ているわけではないぞ。初日に見かけたな。骨のありそうなものだな。日々精進せよ。我らの命など食台の灯火のようなもの、吹けば揺らぐ間もなく消え失せる。そう、簡単にな。
ない顔ですね。もしかしてあれだ、後輩ですか。すごい自信ですね。私も天才です。次に対峙した時、どちらが真の天才かわかるでしょう。それではまたいずれ。何かご用がおありですか。おお、私の秘密が知りたいですか。それは稲荷の神のお導き次第です。まずは清い心でお過ごしください。ん？ああ、お前は 31A の。私は、この後予定があってな。また話をさせてくれ。その時を楽しみにしている。カヤモリ、司令官からそれとなくほのめかされたんだが、今日はチーム全体での力を見られるらしい。準備できたら行こう。さて、今日の戦闘訓練はあなたたちのチームワークを試します。相手はほらやってきたわ、 30G、 あなたたちの先輩よ。え？3日目にして格上とやれってかよ。それだけ期待しているということよ。でも実を言うとちょっと怖いんだ。何に対するデモなのですか。待ってましたに対する。そんなこと誰も言ってません。うん、私の中で思っただけだし。ちゃんと述べなさい。そのようなことでは意思疎通ができませんよ。許してやってくれよ。こいつくるくるパーなんだ。だから私をかばうなよ。怒られてんのはお前だよ。それとその頭の中で思ってることを途中から口に出すくせやめろよ。頭おかしいやつ通り越して怖いよ。また会えて嬉しいよ。あの時のかっこいい人。ごきげんよう。やれやれですわ。相変わらずの個性派集団だな。あんまり先輩をバカにすると剣のサビにしてしまいかねないよ、生意気なガキどもさ。あら、本当にお子様がいるではありませんの。え、誰のことでしょう。帽子を足しても一番背が低いからな。危なかった。なんでセーフみたいになってんだよ。アウトだよ。私は白川結菜、 30G の部隊長をやっている。みんなも自己紹介を。 30G の菅原千恵ですわ。同じく、クラサトミよ。我は、月城モナカだ。30G の、キリュウミヤです。小笠原ひさめと言います。どうも。お前ほどの奴が消え押されてるじゃねえか。司令官、どれぐらいの力で、ねじ伏せればいいんだ。本気でどうぞ。受け負った。では、全力で。下手したら死ぬ。勝負は討伐時間よ。同じ敵を倒してもらい、トータルの時間で勝ち負けを競います。助かった。お前本当に戦艦の艦長だったのか。次の敵の難易度はどのくらいな。最前線に出現するキャンサーの平均に近いわね。目標時間は180秒。出撃するセラフ部隊ならクリアしてほしい数字ね。結構シビアだぞ。 30G との勝負とは別に、目標時間内に倒せなければ3日後の試験はクリアできないと思った方がいいわね。それでは両部隊とも準備してください。我を本気にさせられるかな。バックアップはあたいに任せな。余裕ぶっこいてやがるが、目に物見せてやろうぜ。当然や、イカツインはカッコだけやで。救世主の力見せたるわ。望むところでしょう。うん、
ええ。では、それぞれ電子軍人手帳をかざして、セラフィムコードを唱えてください。このようなものはいかがでしょう。おー、いけるんじゃない。大事に使わせていただきます。いいぞ、勝てそうじゃない。災いが降りかかるでしょう。諜報員を敵に回すとこうなるの。おお、なかなかやるじゃないか。さすが、思ったより成長していたようね。31Aの勝利です。大口叩くだけはあるね。驚きましたわ。やるな。あたしら、すごいらしいよ。負けてたらサイコキラーカレンちゃんの苔藓に関わるところだったわ。ここまで訓練を繰り返してきた結果が出たみたいだな。今期の新入隊員には期待ができそうだ。もしかしたら、人類復興も夢ではないかもしれないな。共に戦える日が楽しみだ。当たり前や。うちを誰やと思とるんや。救世主やで。だったら一人で救ってこいよ。仲間がいないと無理だろ。分かっているかもしれないけれど、もう一度おさらいしておくわ。セラフによって敵に対する得手不得手があるの。体制をよく考えて出撃メンバーを編成することが勝利のコツよ。3日後の適正試験に向けて気を抜かずに頑張りなさい。本日は以上です。お疲れ様でした。なんだよ、このハイジに出てきそうな白いパン。あれ？すごく柔らかくて美味しい。うんうん。白パンは精製した小麦から作られるのに対し、黒パンはライ麦で作られている。痩せた土地では小麦が育たないから、ライ麦の黒パンしか作れなかった。だから、白パンは贅沢品の象徴のようなものなの。とーってもいいことだけ詳しいんだな、お前。このパスタも見た目地味な割に美味しい。ペペロンチーノね。うまいからシェフを呼んで褒めたたえよう。チャイムはどこだ。そんなものないし、あったとしても給食調理師しか来ないと思うぞ。あとは帰るだけっと。ん？隣にいるのは 30G?今日相対した連中、なかなかの動きだったね。ああ、ここのところ暗いニュースばかりだったからな。とても嬉しいよ。実戦で使い物になるのはまだまだでしょうけどね。我らだってあんなものだったろう。それはそうと、明日の作戦はどうなってる。高崎方面のキャンサー相当だよ。ええ、高崎ドーム周辺でキャンサーの目撃例が増えてるそうですわ。観測班からの情報ではキャンサー集団が3つ確認されたそうです。司令部からは広範囲での間引きの指示だ。クラ、ルートの選定を頼む。キリュウ、手伝ってやってくれないか。あいよ、白川ちゃん。了解です。明日は朝から戦場を駆け回ることになる。今のうちにゆっくり英気を養っておくといい。さすが先輩部隊、会話の内容にも貫禄があるな。ん？
聞いてくださる？ええ、何なりと。わらわの軍略をもって上昇。以上の定理で答えが導けます。はあ、今日もいろいろあった一日だったな。何この生活つらい。ダメポ、海軍も厳しかったはずだろ。あとネットスラング使うな。ねえ、気づいてる？ん？何に？私たちの共通点に。なんだよ。あー、ナビ、そっち行っちゃダメ。おっと、危ない。気をつけなさい。二段ベッドまでひとっ飛びだなんて、どこにそんな力があるのかな。そうね、このブヨブヨしたところ、全部が筋肉なのかしら。それは気持ち悪い。じゃあ、歯磨いてくっか。口の中の菌も、やっつけてしまいましょう。それも大事ね。そうしましょう。話の途中！ん？ユッキー、どうした？情報員！お前、話の続きはどうした？え？ナービーが飛んできてかわしたくらいで忘れるな！重要な話の途中だったろ！歯を磨きたいなら話を終わらせてから行け！せやかて、夕飯ニンニクの入ったパスタやったからな。におわんく？どれどれ？くんくん。やめてよ！なんや、ばあちゃんちの匂いがするわ。え、そんなカレー臭のようなものが？あ、またナビが。おっと、危ない。おとなしくしてなさいね。ナービーもピカピカに磨いてやるか。うん、それがいい。私も一匹抱いていくとします。早く行きましょう。くるくるバーカー。許してやってくれよ。これでもこいつ、コーンポタージュ缶のコーンを飲み干すのだけはうまいんだ。だから私をかばうなよ。怒ってんのはその私だよ。それにコーンポタージュ缶のコーン残りまくるよ。で、結局なんなん？情報員、話せよ。共通点が見つかったんだろ。ねえ、気づいてる？そこから言い直すのか。ん？何に？私たちの共通点に。なんだよ。私たちはそれぞれ何かに特化した天才なのよ。それだけはないわ。うちらは天才やけど、東条はどないな？盆栽やないか。言いづらいことをズバッと言ったな。あなたね。なんや、ナービーの目が綺麗か。うん、綺麗。何か一つでも自信を持て！こっちまで哀れになってくるから！きっとお前にも何かあるはずだ！そうね、そうよね、きっとあるはずよね。でないとお母さんに顔負けできない。え？スカサッチのお母さん、何なの？セラフの研究所長。母親が天才だった！でも、ある日唐突に事故で死んだと言われて。そんな！
おいおい、穏やかじゃねえな。どんな事故かも教えてもらえなかった。だったらそれを誰から聞かされた？軍のお偉いさんに。セラフの研究所は軍直轄だから。でも亡骸にも合わせてもらえなくて、遺品として渡されたのはこのネックレスだけ。そもそも事故ってのは嘘で、本当は考えたくねえけど、まさか軍が。ええ、だから私は戦うだけじゃない、母親の死の真相を追いたいの。手伝うよ。本当？ああ、唐突に亡くなってただでさえ辛いだろうに、さらにそんな謎を突きつけられるなんて理不尽極まりないからな。ルカさん、お前にしてはまともなこと言うな。ユッキーもそう思わない？そうだな。しかも私らもセラフを使って戦ってるわけだし、人事でもなさそうだ。私も協力するよ。私も。チュッ、しゃあないな。救世主としてはほっとけんわ。歩くハンドヘルドコンピュータと呼ばれたこの頭脳も使ってください。すごくスペック低そうだが大丈夫か？ CE ですよ。とどめを刺された気分だ。みんなありがとう。